ボルチモアオハイオ鉄道の有名なロイヤルブルーを構成する列車の一つロイヤルリミテッド1898年青線で示された区間がロイヤルブルーのルートロイヤルブルーは1890年に運行を開始しアメリカ合衆国のニューヨークとワシントン DC を結んでいたボルチモアオハイオ鉄道の機関的旅客列車の一群である B&O は 1890年にニューヨークとワシントン DC の間で導入された改善された旅客列車全体に対して集合的にロイヤルブルーラインと称していた。ロイヤルブルーラインを構成する各列車にはロイヤルリミテッドやロイヤルスペシャルといった派生系の名前が付けられていた。B&O はこれらの列車をレディング鉄道及びセントラルレールロードオブニュージャージーと提携して運行していた。 主な途中停車都市はフィラデルフィア、ウィルミントン、ボルチモアである。あとに第一次世界大戦での大損害によりヨーロッパ諸国が揺らぎ、ヨーロッパの王侯貴族に対する印象が悪化したこともあって B&O はニューヨークと結ぶ列車に対してロイヤルブルーラインの愛称仕様を静かに取りやめ B&O の時刻表からロイヤルブルーが消えることになった。 1917年から、かつてのロイヤルブルーラインの列車群は解消され、例えば1898年5月15日運行開始のロイヤルリミテッドはナショナルリミテッドとなり、ワシントン DC からさらに西へ、シンシナティ経由でセントルイスまで運行された。世界恐慌に際して B&O は第一次世界大戦前の前世紀に立ち戻り、 ニューヨーク・ワシントン間の路線21935年にロイヤルブルーを再度運行開始した。B&O は最終的にボルチモアイ北の旅客列車を1958年4月26日に廃止し、ロイヤルブルーは歴史に消えていった。鉄道支屋のハーバート・ハーウッドはロイヤルブルーに関する影響力のある彼の著作においてビクトリア朝末期に 新しい鉄道路線を宣伝するためにまず着想され、威厳と神秘の入り混じった、交通事業における最も印象的なものの一つであった。ロイヤルブルーライン、そしてその列車は、時期によって異なるものを意味していた。しかし本質的にはこれらすべては、B&O の堂々たる路線というただ一つのものを、象徴しているものであったと述べた。1890年代から第一次。 世界大戦までの間、B&O はニューヨークとワシントンの間で、その贅沢さ、優美な外見と速度で有名なロイヤルブルーの列車を1日6本運転していた。車両の内装はマホガニーのパネルで覆われ、当時のアメリカ合衆国の鉄道ではまだ隣の車両との間がオープンデッキになっているのが普通であった時代に完全密閉型のベスティビュールを備え、 当時最新の暖房と照明、クリスタルガラスの窓を装備していた。車両の外装は濃いロイヤルブルーに塗られ、金箔で飾られていた。B&O はロイヤルブルーラインのボルチマーにおけるトンネルで、1895年から蒸気機関車に変えて電気動力の使用を開始し、アメリカ合衆国の鉄道において初めての電気機関車の使用となるとともに、20世紀において、 蒸気機関車が実用的な代替手段に置き換えられていく先駆けとなった。ニューヨーク・ワシントン間という恵まれた市場において支配的な鉄道であった強大なペンシルバニア鉄道との厳しい競争に促されて、ロイヤルブルーは1930年代半ばの再登場に際して多くの技術的革新が特徴となり、流線系車両、アメリカ合衆国の旅客列車で、 初の非連接式ディーゼル機関車などが導入され、これも、また最終的な蒸気機関車の全廃の予兆となった。ロイヤルブルーを牽引する電気機関車と蒸気機関車、マウントロイヤル駅にて1896年1896年1月発行のマックラー氏に掲載された宣伝1884年以前は、ボルチモアに本社を置く B&O とフィラデルフィアに本社を置く、 ペンシルバニア鉄道はニューヨークワシントン間の旅客、貨物列車の運行に際してメリーランド州ボルチモアとペンシルベニア州フィラデルフィアの間で独立したフィラデルフィア・ウィルミントンボルチモア鉄道の線路を経由していた。1881年にペンシルバニア鉄道は PW&B の株を買収して支配権を握り、B&O が pw&b 線に乗り入れてフィラデルフィアまで運行することを1884年以降禁じた。これに対して b&o はボルチモアからフィラデルフィアにおいてフィラデルフィアレディング鉄道に接続する新線を建設することにし1886年に完成した。そこから b&o の旅客列車はフィラデルフィアから北へ伸びるレディング鉄道の ニューヨーク支線を使って、ニュージャージー州バウンドブルックまで走り、セントラルレールロードオブニュージャージーの線路に入って、ジャージーシティのセントラルレールロードオブ、ニュージャージー駅へと達した。旅客はそこでハドソン川を渡る12分間のフェリーに乗り換えて、ロワー,ーマンハッタンにあるリバティストリートフェリーターミナル、またはスタテンアイランドフェリーホワイトホールターミナルへと向かっていた。この新ルートは、 ボルチモアに問題を抱えており、B&O のワシントン支線との連絡のためには、ローカストポイントとキャントンの間で、湾を横断するフェリーに乗らなければならなかった。この解決策が、ボルチモアベルト線で、ボルチモア市街地のハワード通りの下に、全長1.4マイルのトンネルを建設することになった。トンネルの建設工事は1891年から開始され、 最初の列車はトンネルを1895年5月1日に通過した。ボルチモア中心部の地下を走る長いトンネル内の上り勾配で蒸気機関車が出す煙の問題の対策のために B&O はアメリカ合衆国の鉄道で最初の本線電化を実施しトンネルとその前後の区間に架空式第3機場を設置した。ロイヤルブルーが 電気機関車牽引で初めて、ハワードストリートトンネルを通過したのは1895年6月27日であった。マウントロイヤル駅内ブップルマン製のロイヤルブルーライン用、客車、1890年トンネル建設プロジェクトの一環として、ハワードストリートトンネルの北端、おしゃれなボルトンヒル地区に、ボルチモアにおける B&O の2番目の旅客駅である。 マウントロイヤル駅の建設が行われた。駅は、ボルチモアの建築家、フランシス・ボールドウィンによって、ロマネスク様式とルネサンス様式の入り混じった様式で、メリーランド産加工岩を使って、インディアナ州産石灰岩で装飾し赤いタイルの屋根を備え、150フィートの高さの時計台を持つ形式で建設された。駅の内装は、大理石模様のモザイクの床に暖炉、 ユスリースを備えていた。駅は翌年1896年9月1日に開業した。ボルチモアサン氏によると、この国でただ一つの鉄道会社が利用するものとしては、最も優れた駅であると思われるとされた。この見方は、鉄道主屋のルシウス・ビーブにも支持され、マウントロイヤル駅をして、世界で最も称賛されるべき駅であり、ロンドンのユーストーン駅。 パリのパリ北駅、ペンシルバニア鉄道のフィラデルフィアにおけるブロードストリート駅などの栄誉にも並ぶものであるとした。ボルチモアベルト線完成前の1890年7月31日から B&O はロイヤルブルーの運行を開始した。車輪配置4から6から0で速度を出すために非常に大きな78インチの動輪を備えた蒸気機関車が牽引し、 最高速度は90マイル毎時に達した。ボルチモアベルト線が完成すると、1860年代末には9時間かかっていた、ニューヨーク・ワシントン間の所要時間は5時間へと短縮された。食堂車、クイーン、1895年列車は、優美さと豪華さで有名となった。パーラーカーの天井や椅子は、ロイヤルブルーに塗られ、食堂車のクイーン、ウォルドルフは、 魔法眼ニのパネルが貼られ、テラピンや大星ハジロといった食材をフランスで修行したシェフが凝った料理にして提供していた。当時ロイヤルブルーを取材したレールウェイエージ氏は鉄道車両政策のクライマックスであるとしていた。アメリカ合衆国の第一次世界大戦への参戦と、それに伴う国中の鉄道の過密化の結果として、戦時に鉄道網の管理をしていた。 アメリカが州国鉄道管理局はペンシルバニア鉄道に対し B&O の旅客列車をノースリバートンネルに通してマンハッタンにあるペンシルベニア駅へと乗り入れさせるように命じ1918年4月28日から実施されて B&O の列車からジャージーシティでフェリーへ乗り換える必要がなくなった第一次世界大戦終戦後も ペンシルバニア鉄道はさらに8年間 B&O の旅客列車のペンシルベニア駅使用を認めた。1926年9月1日にこの乗り入れ契約は執行し B&O の列車は再びジャージーシティのコミニポー駅発着に戻された。これ以降は旅客は駅のプラットホームで列車のすぐ前に待機していたバスに乗り換えるようになった。こうしたバスは ハドソン川を越えて、マンハッタンやブルックリンへと向かい、4つの異なる経路で、街中に設けられた駅へと向かった。こうした中には、バンダービルトホテル、ワナメーカーズストア、コロンバスサークル、ロックフェラーセンターといった場所があった。B&O で、最も利用客の多いロイヤルブルー用バスターミナルは、マンハッタンの42丁目に1928年12月17日に、 開設された。このターミナルはグランドセントラル駅と地下連絡通路でつながっており、大理石で飾られアールデコ張照明器具や川張りソファを備えていた。こうした取り扱いはロイヤルブルーが最終的に廃止となる1958年まで続いた。1930年代に入るとペンシルバニア鉄道に比べて B&O のニューヨーク行き列車は2つの重要な点で、 競争的に見劣りするようになってきた。まず、B&O はマンハッタンへ直接アクセスできず、総所要時間が長かったことがある。2点目として、1930年代初頭から、ペンシルバニア鉄道は、ニューヨーク・ワシントン間の本線全線にわたって、蒸気機関車から近代的で円買のない電気運転への置き換えを開始していたことが、 大衆から熱狂的に受け入れられていたということがある。これに対抗して B&O はニューヨーク行きの列車にディーゼル機関車やエアコンディショナー、流線系車両といったものを導入した。1935年6月24日から B&O は東部アメリカにおいて初めての軽量流線系車両を投入し、再びロイヤルブルーという愛称を使って運行を開始した。 この運行のために特別に改良された車輪配置4から4から4の蒸気機関車が速度の安定性の面で満足できないことが示された際にゼネラルエレクトリック製の車体にエレクトロモーティブ製の機構を備えた EMC 製の1800馬力ディーゼル機関車が投入されて蒸気機関車を置き換え番号は50号と付けられたこの投入もまたミシシッピガワイでは 初のものであった。1937年には、ゼネラルモータースのエレクトロモーティブディビジョン製のエンド E シリーズの初期型で、よりおとなしい流線形車両である51号を呼び、そのブースターである 51X 号に置き換えられた。それ以前の鉄道用途で蒸気機関車を置き換えて、来年期間を導入する実験では、シカゴバーリントンドクイーン C 鉄道の パイオニアゼファーやユニオンパシフィック鉄道の m 1万といった単編成で連接式の車両であるか、1936年にアッチソントピカサンタフェ鉄道のスーパーアッチーフイ員に投入された箱型機関車のプッシュプルであるか、あるいはユニオンパシフィック鉄道の m 1万に m 1万、m 1万0 3 m 1万0 6で開発された A ユニットと B ユニットの組み合わせといったものがあった。E シリーズでは最も進んだディーゼル機関車技術を採用し、すべての鉄道事業者がそれぞれの選択に応じて構成を選べるようにして提供されており、これにより55機関車とアルミニウム製客車の編成は子会社のアルトン鉄道へと移って、エイブラハムリンカーンとして運用された。 新型の E シリーズの最初の導入により、蒸気機関車に比べて、ディーゼル機関車が日常の運行において柔軟性、効率、保守費用の低減などで改善されていることが示され、鉄道のディーゼル化推進の契機となった。1890年代のロイヤルブルーラインの魅力を呼び起こすために、B&O はマーサ・ワシントンシリーズの食堂車を導入し、 ガラスのシャンデリアとコロニアル様式の家具で飾られた車両内でドレスゲン製陶器に盛られたチェサピークワンさんの新鮮な料理を提供することで特に有名となった B&O の食堂車営業部門の管理者はその部署の目的を我々のお客様をあらゆる点で親切にもてなし列車に乗ると同時に快適で便利で我々のもてなしの自宅のような雰囲気を味わって いただくことであると語っていた。食堂車の名物としては、オイスターとチェサピークワンの魚にコーンミールマフィンを添えたものがあった。B&O の社長であったダニエル・ウィラードは、自社路線を移動する際に、個人的に自社の食堂車の料理を試してみたことがあり、その料理に特に感銘を受けて、食堂車のシェフに礼状とサイン入り写真を残したことがあった。流線形車両を使用した。 ロイヤルブルー、1937年にトーマス高架橋にてしかし B&O は軽量車両を使用したロイヤルブルーの乗り心地にはあまり満足しておらず、1937年4月25日にオットークーラー設計でライトグレートロイヤルブルーに金色のストライプを入れた流線型に改装した重量級車両に置き換えた。B&O は置き換えられた車両を アルトン鉄道へと送り、そこでエブラハムリンカーンとしてしばらくの間運行された。この列車はエレクトロモーティブ製の流線型3600馬力の e m c e a e b 型ディーゼル機関車51号によって牽引された。ある雑誌の記者はこの革新的な機関車の導入にこの最初の流線型量産型ディーゼル機関車は 美しくかっこいい外見で、取材陣や大衆を驚嘆させたと書いている。クーラーは、B、B&O の車輪配置4から6から2の蒸気、機関車の一両もロイヤルブルー系引用に、流線型化した。この機関車の弾丸系の多いは、ロイヤルブルーの象徴的なイメージとなり、アメリカンフライヤー製の模型として何年も、販売されていた。タイム誌は、1937年に、 B&O やその他、世界恐慌によって損害を受けていた、鉄道各社の悲惨な財務状況を書いた記事において、同年運行を開始した B&O のカライバリな、流線系ロイヤルブルーは、鉄道の新時代を象徴するものだったとしている。アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトは、1933年から1945年までの、在任期間中、 ワシントンと自宅のあるニューヨーク州ハイドパークを行き来するために B&O のロイヤルブルーラインをよく利用していた。ワシントンを出発した大統領特別列車は通常の B&O レディング鉄道セントラルレールロードオブニュージャージーの経路でジャージーシティまで運行されそこからニューヨークセントラル鉄道のハドソンカー沿いのウェストショア線に入って ポキプシーの対岸にあたるハイランドまで行き、そこで自動車に乗り換えていた。他の大半のアメリカ合衆国の旅客列車同様に第二次世界大戦に際してロイヤルブルーは旅客が急増し、1942年から1945年までの間に2倍となる年間120万人の利用に達し、B&O はニューヨークワシントン間に1日8本の列車を運転した。 しかし戦争終結後は利用者数はすぐに戦前の水準に落ち込み B&O はニューヨークワシントン間の列車を1本減らした。機関列車のロイヤルブルーに加え1958年4月まではメトロポリタンスペシャル、キャピトルリミテッド、ナショナルリミテッド、ディプロマット、メリーランダー、シェナンドという6本の列車がニューヨークまで運行していた。B&O のワシントン。 ジャージーシティ間のすべての旅客列車は1947年9月28日までに完全ディーゼル化されたものの戦後はロイヤルブルー向けの客車は新造されなかった1937年製の改装された8両編成のロイヤルブルー編成が廃止まで営業を続けた1952年には ペンシルバニア鉄道が18両のステンレス製モーニングコングレッショナル及びアフタヌーンコングレッショナルの流線形編成を導入し圧倒的な市場占有率を達成していたことは明らかとなっていた。1950年代末までには旅客が航空機や改良の進んだ週間高速道路を使った自動車へと転移して列車を利用しなくなったため ほとんどのアメリカ合衆国の旅客列車は急激な旅客減少に苦しむようになっていた。ロイヤルブルーもまた例外ではなく、1946年から1957年までの間に旅客数はほぼ半減して、1年に500万ドルに達する営業損失を計上するようになっていた。この衰退傾向の中でも、1957年10月21日に、 イギリスのエリザベス2世とエディンバラ公フィリップ・オハイが B&O を利用してワシントンからニューヨークまで移動し、ロイヤルブルーラインは初期の堂々たる豪華さを一時的に取り戻した。営業損失が積み上がっていった結果、B&O は最終的に1958年4月26日、土曜日をもってボルチモアイホクの旅客列車を全廃し、 ニューヨーク・ワシントン間の旅客列車市場をペンシルバニア鉄道へすべて譲り渡して撤退し、ロイヤルブルーも廃止となった。ワシントン DC のユニオン駅を15時45分に最後のロイヤルブルーが出発した際には、エドワード・アルマローが CBS の CIT NOW の特別番組において中継を行った。この列車が19時49分にジャージーシティに到着した際には、 ニューヨークタイムズ、ニューヨークポスト、ライフ、サタデーイブニングポストなどの記者が伝説的なロイヤルブルーの終焉を伝えるために出迎えた。翌日のボルチモアさんの社説では歴史上最も有名な列車であっただろうと述べてロイヤルブルーの終焉を言ったんだ。百六十一年のマウントロイヤル駅、ニューヨークタイムズの一面では七歳の乗客に別れを告げる列車の機関し、 マイケルグッドナイトの写真を掲載した上で、この国の最も古い鉄道が、名門のロイヤルブルーと、その他ご本の列車を廃止した機能の悲しい物語で、ある。紳士的な流儀で運行され、戦前の優雅な生活、そして特別な列車に対する評判といったものを、伴った68年間続いた列車の運行が、終わったと書いた。マウントロイヤル駅は、 B&O の東側の旅客ターミナルとして1961年6月30日まで継続使用されたが、そこで鉄道旅客施設としては廃止となった。マウントロイヤル駅は1959年にアメリカの歴史的建造物調査の対象となったボルチモアの13カ所の建物のうちの一つであった。駅舎とトレインシェットはその後1964年に メリーランド美術大学が取得し、19世紀末の産業建築物の例として保存されることになった。1890年代から1910年代までの期間、ロイヤル・リミテッドは、ニューヨーク、ワシントン双方から同時に15時に出発し、5時間後の20時に到着していた。1930年代までには、ジャージー式とワシントンの間の所要時間は4時間へと、 短縮された。1935年から列車が廃止となる1958年まで、ロイヤルブルーは毎日一往復する運行となっており、ニューヨークを朝出発してワシントンへ行き、夜に戻ってくるダイヤであった。1956年2月のオフィシャルガイドによれば、ロイヤルブルーの列車番号は27で以下の時刻で運行されていた。東行きは、 列車番号28で、ワシントンを15時45分に出発し、ジャージーシティに19時40分に到着していた。1937年から1958年までの、ロイヤルブルーは、エアコン付きの座席車、応接間付きのパーラーカー、座席車の客向けのラウンジカー、一揃いの料理を提供する完全な食堂車、列車の最後尾に連結されカフェラウンジを備えた。 展望車などで構成されていた。1947年8月半ばからは、後に携帯電話へと発達する技術を利用した、車内電話サービスが開始され、B&O はペンシルバニア鉄道及びニューヨークセントラル鉄道と並んでアメリカ合衆国内で最初に、車内電話を提供した3社のうちの1社となった。ありがとうございます。